moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。12月19日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオからキウナゴヤお送りいたします。今日もね、ツイキャスをご覧の皆様、スターが王子にかぶってない、ちゃんと顔が見えてるのかな、なんかそれが心配になってます。滑り王子マスクマンでございます。はい、先週というかこの前の土曜日なんですけれども、 RBC のアイラジオ祭り行ってきましたけれどもね、久しぶりになんかああいう、なんて言うんでしょうね、飲食もあるイベントに参加したような気がしますけれどね、やっぱり直接顔合わせるのっていいですねと思う味噌煮込みスキーと、週末そのイベントに行ってきたんですけども、いやちょっと実はですね、寒暖差にやられておりまして、約20度ぐらいの寒暖差がありまして、で結構ですね、今あまりね、ちょっと風邪をひかないように気をつけたいなと思ってます。ダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは音楽。今夜のテーマは音楽です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーです。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞のシュリマンジュ那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町牛ちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市中田、おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心、確実、迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状、大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備、塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。
リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182、 またはコンビニ社労士で検索。キウナ名古屋。はい、メールご紹介しますね。はい、お願いします。お願いします。はい、岐阜のキュウリのバーバさんからです。ありがとうございます。キュウ長の皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私は音楽というより歌が大好きで、家事をしながら運転しながらよく歌っていますよ。ああ、あの王子もね、運転しながら歌ってますね。うん、横から見られてるとなんか変な人って思われちゃうかもしれないけどね、よく歌ってますよ。夫には一日中歌ってるなと飽きられますが、いや、いいですよね。職場や自宅でも音楽が鳴ってないと静かすぎて嫌ですね、ということでございます。うん、やっぱりね、車に乗るとね、まあ音楽聴きながらですね、まあそれに合わせて歌を歌ってますけども、まあ今なんかだとね、あの王子はもうそこの車の中がね、あのカラオケボックス状態ですね。おだまり。それをね、もう何回も聞きながらね、何回も大声で歌ってますんで、うん、これで上手くなるといいなと思ってますけどね。うん、おだまり。え、黙るの？それちょっと嫌だな。こう一応練習のつもりで歌っております。はい、みそちゃんなんか言われてもね。通勤とかはね、交通公共機関だから歌えないですよね。歌えないですね。うん、歌ったらつまみ出されるよね。もっぱら通勤は、ラジオのメールの投稿の文章を考えてます。あ、はいはい、そう、なんか昔は音楽聴いてたんですけどね。うん、でも多いでしょ、こうイヤホンでさ聴いてる方ね。あ、多いです、多いですけど ね、 ね、でも最近やらないですね。昔はそうやってやってたんですけど、なんかこう音楽聴いてるとなんか他のことに注意ができないっていうか、なんて言ったらいいんでしょう、はいはいはい、危ないって言ったら変ですけど、そう思ってちょっとやめてますね。あ、そうですか。はいはい、はい、ついてです。はい、ついてですね、はい、あら、まあ、またちょっとあれですね、はい、王子の質問をいつもしていただいている方ですね。ダンサーズさん、みそさん、マサッテイコーゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さん、こんばんは。シュープリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと早いですが、メリー北川もといメリークリスマスこれ、まあ、まあいいですね。旬なネタでございますな。王子はサンタさんに何をお願いしたのかな。まるまるちゃんとクリスマスディナーデートからの同伴出勤かな。いや、あのね、クリスマスはね、いろいろオファーが多分ね、あると思うんですけども、はい、一切行きません。うん、それはもう本当にね、オファー、はいはいはい、オファーね、つられに行くだけですからね。あれでしょ、オファーされるけどこうお札が飛んでっちゃう方ね。そりゃそうですよ。そういうことね。もうそれは多分ね、営業的なことで、いろんな方々に同じメールを送ってるっていうね。ああ、うん、なるほどね。うん、まあそういうパターンですね。まあ、リスト入りしてるってことで。まあまあそういうことでしょうね。早く疎遠にならないかなと思うんですけどね。まあ、あれですね、昔ながらで言う言い方で言うとメルマガですね。まあそうだね。メルマガだね。はい、はい、ね、あれって何、その一回なんていうの、そのしばらくお店とかに行かなくてもどんどんまだ来るの、そういうオファーが。もうそんなの1年に1回でも来る場合がありますよ。へえ、うん、まあ、やっぱりね、そういうノルマ達成っていうのがあるじゃないでしょうか。ああ、なるほどね、うん、はい、え、
続いてですね、はい、ワイは嫁が優しくなるようにお願いしましたあら、そうなの？はい、でテーマ、音楽。音楽といえばベストヒット USA ですね。クラスメイトの家に遊びに行ったら公園から拝借したというコカ・コーラの真っ赤なベンチやアメリカンな置物、そして洋楽のレコードの数々、そして流れてきたのはバンヘレンのジャンプ。いいですね。この日を境に洋楽に目覚め、 FM ステーションを買って洋楽番組は片っ端からエアチェック、そして洋楽の神様小林克也さんが MC を務めるベストヒット USA は自分にとってまさにバイブルでしたね。いくよ。ちなみに王子の中学生時代のバイブルといえばデラ・ベッピンとかボムでしたか。これは雑誌ですね。雑誌ですね。うんうん、ねえ、ボムはねよくね、買ってましたね。うん、一応エロ本の部類に入らないっていう風で、うん、うん、内容あの、ね、内容はねちょっとね、こうねセクシーなね内容の部分はあるんですけど、大体こう、大体表紙がですね、アイドル。うんうん、のね表紙になってまして、はい、まあ大体、まあアイドル系と、グラビア、はい、アイドル系なのかな、まあ、昔あんまりそんなのなかったと思うんですけど、中にはちょっとこうね、こうセクシーな内容のね、ことがありましてね、もう王子もドキドキしちゃってね、先週ですね、王子がまあねそういう話をすると。若かりし頃にね、そのリトルプリンスも元気になっちゃうみたいな話をしてね、それがね、リトルプリンスの話もいいよ。じゃあそれをね、じゃあそれをね、皆様がね、こういろいろね王子のその言葉にヒットしたもんですから、まあ今週からですね、ミディアムプリンスというふうにしましたんで、ふざけるなー、ということでございます。それさ、リトルから変えたことによってなんか何が違うの？読んで字のごとくじゃないでしょうか。ちょっとワンランクアップ。ふざけるなー。はい、はい、ありがとうございました。ツイキャスじゃあね紹介していきましょうね、はい、高坊さんがこんばんはって来てます。こんばんは。はい、こんばんは。沖縄大好きさん、こんばんは。名古屋、名古屋、名古屋。シュプリームさん、ダンサーズスタジオの皆さん、王子ファンの皆さん、メリークリスペプラー。いい声だね。FMJGC さん、こんばんは。こんばんは。はい、スポンサーさんでもございます、はい、はい、そして高坊さん、右半分が隠れてますねって。王子でしょ、スターに、はい、あー、ね、スターに包まれて。スプリームさん、さすが生粋のスター王子。おう、で、カップボーイさん、味噌煮込みスキーさん、ダンサーズさん、ひげを剃ってもやくみつるさん、皆さんこんばんは。ワン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 、昨日ぐらいからやっと冬になるかなと思ったのに、今日また26度まで上がりよったよ。どういうこと？またこれでね体調崩すわね。そうだよね。いや本当にあの土日寒かったんですよ。T シャツでいけちゃうよね。いや、このあの土日ね、パーカーというかね、ウィンドブレーカーないと本当つらかったです。はいはいはい。スプリームさん、連日の早朝出勤とアホな新人の教育で疲れ果てたので寝落ちする自信しかないですって。あら、大変だ。お疲れなんですね。そうですね。で、カープボーイさんがね、音楽好きな音楽は、矢沢永吉とか山崎正義さんとかあいみょんとかかな。あとは、古典音楽も好き。来年かな、あ、今来年の心に傷を向けてバタバタしている。早くやばい、早く覚えないと。あ、なんかあれかな、三振かな。ヤンポさん、こんばんはって来てます。こんばんは。君の9人のバーバーさん、こんばんは。寒いですねって。で、王子仲間だってあの歌のやつですよね。はいはいはい。で、高坊さん、3人のサンタさん、こんばんは。音楽は苦手分野です。授業の時に習った音符の記号が全く頭に入らない。分かる人は分かるけど自分にはさっぱり頭に入らない。四分音符、八分音符とかシャープとかフラットとか意味不明ですってこう学生時代って、ね、中学生の時でもその音楽の時間でその楽器をやる
ね、はい、ことがあったんですけど、やっぱり横地ね、あの音符をこうね見るのは得意じゃなかったですね。うん、だからうん、やっぱりこうなんかね、まあグルーヴごとになんかその楽器を使ってってなると、まあボーカルをねやらせてもらってましたね。まあ、音感だけは良かったんですよね。あ、だから歌あのその楽器の演奏よりは歌の方がマシってことだね。そうなんです。うん、そうそう、だってリューティーさんのさライブの時にタンバリン持たしたけど、タケちゃんに取り上げられてたよ。あれは素晴らしかったですよ、自分なりに。だからあれタケちゃん多分自分で歌う、うん、タケミさん自分で歌うのに、うん、あリズムが狂わされて歌いづらいから取り上げたんだよ多分あれ。え？あんなに素晴らしかったのに。いやいやいや、だから滑りタンバリンって言われてたんだね。持ってかれましたからね。いや持ってかれたっていうより自分のリズムが狂うから撤収されちゃったんだよ。そうだよ、うん、え、あ、そうだね。で、カッポーさんがね、24日のラジオタリティミュージックソンって東海放送もあったかな。そう、東海放送もやってますね、うんうん、あ、東海放送やってますよね。あれやってないか、東海放送。いや、東海放送ってやってました。東海ラジオのことかな。あれミュージックソンって東海ラジオやってましたっけ。いや、違うかな、なんかじゃないかなと思いますね。そうそう、あのね、ラジオ沖縄さんが24日にミュージックソンということでね、うん、黄色い募金箱が各、そのお店とかに置いてありますので、そういうの見つけたら募金お願いしますということで、はい、ね、うん、音の出る信号機をね毎年なんか送っているんですよね。そうです ね、うんうん、はいはい、山中智文さん、滑り税理士さん、あ、書いてない、滑りとは書いてなかった、税理士さん、はい、ね、ベスタックスさんでございますけれども、はいはい、王子、それはクリスマスツラーレ、あれですね、お店のオファーのことじゃないかな。あ、ね、そういうことでございますね。ちょっと、なんでそんな滑ってます、冷ややかな反応。いやいや、冷ややかじゃなくて、山中さんがせっかく、いや、こう誠実に、まあやっぱりですね、うん、こう山中さんとは匂いが一緒なもんですから、やっぱりご自分もそういうオファーがたくさんあるってことで ね、多分そうなんでしょうね。私の気持ちがよくわかるっていう。山中さんにオファーが来てるかどうか知らないよ。いや、多分来てるでしょう、ね。そうなのかな。で、スプリームさんがね、ボムはね、ギリギリエロ本には入らないグレーって書いてある。うん、ああ、そういうことなんだ。そう、うん、で、沖縄大好きさん、セクシーな内容にドキドキする王子、メモメモってメモされてますよ。え、メモするの。うん、で、そしてヤスさんが、こんばんは、こんばんは、クリスマス先取りって、うん、そうだね、うん、あ、そんで、フィルムジェジシーさん、ベストヒット USA 良かったですよねって、米軍放送で MTV とかソウルトレインとか見てた記憶がありますって、うんうん、あ、ロックちゃんのことですね、うん、ね、ロックちゃん、うん、ね、はい、はいはい、ということで、うん、沖縄ニュアチュールさん、ダンさん、みそさん、先週末はお疲れ様でした。お疲れ様でした。東海ラジオはミュージックソンをやってないはず、うん、あ、そうなんだ、失礼しました。 CBC ラジオでオールナイトニッポンを放送している絡みなのでは。ああ、なんかちょっとね、うん、東海地区いろいろちょっと複雑なんですよね、うん、そうなんですよね、オールナイトニッポンね、うん、超年点現象って言われてる。そう、超年点現象って言われてる、うん、そうなんですよ、うん、ちょっと不思議な感じですけれども、うんうん、はい、ね、で、カーポーさん、山中さんスポンサーさんだから優勝し、なんだろう、スポンサー3万だから優勝しとかないと。あ、スポンサー様、あ、スポンサー様が変換があれで3万になっちゃった、うんうん、スポンサーさんだからってことね、うんうん、はい、うん、はい、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあメール紹介しますね。ちょっとね、ツイキャスでもちょっと話ヤンポさん出てたんですけれども、ヤンポさん、こんばんは、こんばんは。で、俺もともと音楽に興味ありませんでした。ずっと志村けんさんに夢中でした。おう、しかし親戚から岡村孝子さんの、これビジレイクっていうのかな、美しいに辞典の字に麗しいに、うん、くっていうのは、うん、慣用句の、はいはい、そういうね、で、ピエロ聴かせてもらい、タカコさんの曲に夢中になりました。ただ俺のお母にだからね、うん、CD アルバム欲しいって言ったら、自分らの写真がすられてアルバム持ってきよった。
すごい、うん、洒落て、洒落ですよね。いいね、うん、アルバム違いでした、うん、なるほど、うん、岡村孝子さんの CD をかなり集めたのに全て持ってかれちゃったって。でも仕方ないことです。現在岡村孝子さんの CD がオークションで10万とか8万とかだって、はい、そうなの？え、そうなの？すごいね。レコードも1枚3万なんて手が出ません。え、そんなにプレミアついてるんですか今。なんか特別な、今売ってないんですかねえ、うん、っていうことですよね、うん、多分、うん、王子俺に岡村孝子さんの LP レコード買ってちょうだい、3万しますけどって。あら、そういうことか。そしたらね、うん、王子岡村孝子さんの実家に行ってね、お願いしてこないといけないですね。あ、うん、王子滑ってます。どこでしたっけ、ね、岡崎ですね。あ、岡崎で、うん、岡崎まで行ってね、うん、王子お金ないから、なんかくださいって言って行きたいぐらいなんだけどね。地獄を見るわよ。場所知らないからね。場所知らないんじゃん。地獄を見るわよ。で、でもう一つ続きがね。で、はい、俺のいとこのオペラ歌手の宮城さとみさんでいいかな。宮城さとみねえねえの写真を添付するの忘れてたんで写真を添付しますって。あら。って言ってね、そうそうなんですよ、うんうん、ちょっとさっきも次です、俺のいとこはオペラ歌手ソプラノですよって、イタリアで14年間活動してたらしいですってことでね。あら、まあ、すごいじゃないですか、ね、本格的ですね。オペラ歌手といえばね、うん、先週も、はい、先々週でしたね、はい、ゲスト出ていただきましたけれどもね、うんうん、なんとなんとオペラ歌手つながりで、うん、あ、そうです、ね、あ、すごい美しい方ですね。あら、本当に綺麗な方じゃないですか、はい、うん、写真出しても大丈夫ね、きっと、うん、もうプロの方でしょう ねすごいお綺麗です ね、うん、ねえ、こういう方からですね、こうクリスマスの、来年62歳なんですって、うん、あら、あら、あら、まあ、とってもいい、あ、これなんかアルバムのジャケットなのかな、綺麗な、綺麗な、綺麗な方ですね。今綺麗な方ですね。今こっちのジャケット写真だからね、こういうね、はい、お綺麗なね、ね、オペラ歌手の方からですね、はい、クリスマスにね、こうオファーがね来ればですよ、私出かけていきますけども、うんうん、もう本当にこういう方でしたらね、うんうん、まあね、どこにでもいそうだですね、うん、誰にでもおいでおいでっていうようなね、うん、まあ、お姉様方の方にはね、見向きもしません、私今は、うん、そうそう、あ、で、タカボさんがビジレイクですねって、ありがとうございます、うん、さっき私が読んでたやつ、ビジレイクということでしたね、はい、はい、ということです、はい、うん、ありがとうございます、はい、うん、はい、そしてではですね、続いてですね、はい、メールご紹介します、はい、ダンサーさん、ミソニクミスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。最近は音楽を聴く機会が昔に比べると本当に少なくなりました。自宅にミニコンポはありますが、電源を入れることもほとんどないですね。通勤の往復の車の中で聞くくらいでしょうか。今は聞こうと思えばスマートフォンがあれば聞けますし便利になりましたね。ウォークマンなどが本当に懐かしいですね。インフルエンザなど、流行っているようなので、皆様も気をつけてお過ごしくださいね、ということでございます。ありがとうございます。本当にですね、風邪ひいてる人最近多くてですね、うん、ね、体調崩す方多いですけどね、なんか電車の中もなんか、ね、うん、結構みんな、はい、ね、やっぱりあれですね、車の中が一番あれですね、いいですね、うん、音楽聴いて、そしてカラオケじゃ状態で歌っちゃう、歌います、歌います、ね、もうそこが練習場ですからね、うん、まあ、別に練習して披露するところがございませんないの、あの、自己満足、自己満足なの、自己満足5万ずつなんだね、だから、うん、本当にね、皆様の前で歌ったら、うん、上手に歌ってるかどうかわからないですけどね、うん、でも最近ちょっとね、その人の前でカラオケとか歌を歌ったことがないですね。ないですね、カラオケないですね、ないですね、うん、うん、だからね、うん、まあ、車の中では上手に歌ってるなと思ってても、うん、まあ、そういう場ではね、あんまり上手く歌ってないかもしれないですね、うん、うん、まあ、それはそれで、まあ、よしとして、うんうん、はい、はいはい、じゃあメール紹介します、はい、ね、
ラジオネームが書いてないんですけどね、ちょっとこれあえて書いてないのかな、読みますね。はい、旧名古屋のお三名様、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私が通っていた高校は、高校入試前に出す願書に音楽専攻か美術専攻かで1年や2年のクラスが決まりました。合格したら1年は1組から3組までが音楽専攻、4組から6組は美術専攻でした。2年は6組が特進クラスだったので、うん、音楽と美術が混合だったので5組も混合で、音楽美術の時間は同じですが1年の時に専攻した授業でした。すごいですね。何、うん、その高校に入る前にもう専攻を決めるってことですよね。うんうんうん、でも音楽か美術かってことで分けられるってことですよね。うん、まあまあもちろん6組は特進だから本性ってことすごいですな。こんな風に決まってるんだ。で、3年生は音楽や美術がなかったので美術専攻だった生徒は校歌は教わっていませんでした。あ、そういうことか。美術をやってて音楽の時間がないから、うんうんうん、なので美術専攻の方が、あの野球部の方が校歌を教えてと頼まれて、理由を聞いたら甲子園で歌う可能性があるからってこのことだよね。ねえ、うん、だってそうよね、うん、でその前に県大会で優勝してからにしてよ、私は吹奏楽コンクールの練習で忙しいのよって思ってました。うん、うん、ってことはあの吹奏楽部ってことですかね。この、この今メールくださった方は音楽専攻ってことです、うんうんうん、であなのかな、うん、ちなみに吹奏楽部は入学して3週間後に2つ上の先輩から5月に吹奏楽祭があるけど人数が少ないため助っ人出てと先輩から頼まれて、吹奏楽祭が終わってからは7月に吹奏楽コンクールがあるから助っ人お願いって言われて、10月には町の祭りで出ることになったから助っ人またまたお願いってお願いされて、うん、あれずっと出てるね、うん、1月定期演奏会で助っ人に頼まれました。じゃあ結局ずっと助っ人が続いてるって1年間になっちゃう、うん、で2年の時は1つ上の先輩から同じ手口で助っ人で出されました。3年の時は吹奏楽コンクールのみ出て他は理由をつけて断りました、うん、結局高校1年と2年は正式に吹奏楽部に入っていませんでしたが入ってる扱いでしたってことは、まあそれぐらい活躍してたってことですよね。お上手ってことですよね。ちなみに2つ上の先輩は私が1年生で先輩方のほとんど特進クラスで久茂地の放送局の方ですって。ああうそうなのね。なるほど、うん、お忙しかったですね。そうするとですね、結局ずっとね、うん、その音楽の吹奏楽部に頼まれてたってことですね。もともとその芸術的なあの高校だったところですね。でもすごいですね、そういうことですよね、うん、そういう、なんだろう、だってもう最初にそういうふうに振り分けられるってことはどっちにしてもそういう芸術に特化した、そうそうそう、どこの学校なんだろう、全然書いてないんですよね、うん、高校名が。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、名古屋ネーム沖縄大輔さんからです。ありがとうございます。ダンサーさん、みそさん、王子、こんばん、名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。アニソン、特撮ソング、沖縄ソングなどどの音楽も好きな僕ですが、音楽は主に LINE ミュージックを使って聴いています。音楽って素敵ですよね。つい何度もリピートしたくなるほどです、ということでございます。そうなんだよね、いい曲をねずっと聴いちゃうんだよね。あー、わかる、うん、でね、今はですね、いろいろこう聴いてるんですけど、それをね、うん、練習したくて車の中で歌うんですけども、あまりにもキーが高くて歌えないんだよね。もう本当に、ね、ソプラノのね、あの歌手の方にもう本当にレッスンしていただきたいっていうぐらいね、うん、難しい曲をね、うん、聞いてますけどね。ヤポーさんのご親戚の方にお願いしなきゃいけないですね。そうですね、だからクリスマスの時にオファーをいただければ。なんでクリスマスの時なの？いやだからそれが一番いいのかなっていう。なんでクリスマスなんだろう、ね、それ以外の時に呼んでもいいの？で、そう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 、うん、沖縄大好きさんが、はい、ダンサーさん、みそさん、王子、ひそひそ、放送終わったら旧名古屋のインスタの DM 後で見てくださいね、ひそひそ
あれ、なんだろう、うん、あら、うん、あら、なんでしょう、うん、ひそひそ、あら、なんでしょう、あ、後で見てみます、業務連絡でした、まあ、はい、高茂さん、歌番組もほぼないですね、やはり CD や配信などが主流になってからもはやテレビの音楽番組の時代は終わったのでしょうねって、ほんとそうですよね、まあ、たまには NHK とかねありますけどね、そういう歌番組でも本当に民放とかは減ったような気がします ね、 で、 すね、うん、でもなんかこう大きい感じ の、 その番組ですか、その2時間とか3時間枠と か、うん、なんかそんなのはやる時ありますよね、でずっとこう定期的にある番組っていうのが、そう、あの毎週ある番組っていうのがなくなりましたよ ね、 ななたね、特番みたいなのばっかりになってて、ね、うんうん、確かに、たまにあのね、王子もね、この、うん、あの演歌の花道がね、うんうん、あのご存知あります、あの演歌の花道って番組がございましたけどもね、それをねふっと思い出してね、うん、曲がこうなんていうのかな、こう思い出すんですけど、はい、歌ってた方が誰かなとかね、なんかそういうのをね、すっとこう思い出せなくなってるっていうね、うん、なんか昭和っぽいような感じのね、うんうん、こう番組の作り方っていうかね、好きでしてね、うんうん、またちょっと見てみたいなと思いましたね、で、うん、やっぽさんが中学3年の時に声が大きいというだけで北部地区の音楽コンクールの独唱の部に出場させられた、でも独唱ってことは一人歌ってことでしょうね、うん、でもね声大きい方って歌上手ですよ、あ、うん、なるほどね、うん、きっとやっぽさん歌が上手だってことですよね、そうですね、で、うん、でチェッカーズ無双さん、おばんでガス、おばんでガス、ガス、ガスサンタさん、あ、はい、今ね、はい、もう何、なんかこのチェッカーズも思い出しましたね今、そう、そうなんですよ、無双さん実はそれで、ね、そのね、まあ、ラジオネームつけてもら、うん、まあ、番組で、ある番組につけてもらったんですけど、うん、全然チェッカーズに興味がないなかったはずです、確か、あ、別にチェッカーズファンとかそういうわけでもなくなんですよ、うんうんうん、しかもチェッカーズ世代でもないですからね、あら、そういうことですね、はい、若いんですよ、あ、はい、今沖縄大好きさんからの、はい、インスタの DM 見ました、はい、これって どうなんですか、これはツイキャスで出してもいいんですかね、あ、という内容なんですけど、うん、出してもいいんでしょうか、追加するのでコメントお願いいたします、はい、お願いします、うん、はい、で沖縄大好きさんがね、僕は音楽を聴くときカセットテープ、CD、MD、PC、スマホ、カーオーディオ、いろんな方法で聴いてきました、今はスマホ、CD などっていうことで、いやもう私たちはカセットテープ世代ですよね、うん、カセットテープから始まって本当にね、主流はほとんどカセットテープから CD、MD の時代ちょっと少なかったかなって感じですけれどもね。うん、うん、はい、ということで、はい、CM 行きますか。はい、はい、じゃあ CM の後は名古屋は栄養コーナーです。はい。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.5kg まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、
詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話03-6421-2296、またはベスタックス相続で検索。キユナ名古屋。名古屋は栄養コーナーです。はい。で、あのね、今回の名古屋は栄養コーナーですなんですけれども、はい、まあ、スポンサーさんであります、八重瀬町のぐしちゃん芋生産組合さん、はい、ね、こちらの方でね、まあ、先月でしたっけ、先月ですね、はい、芋掘り体験をしてきましたのでね、はい、ちょっとその模様のお話をしたいと思います。はい、はい、我々この滑り王子を除いて、味噌煮込みスキットダンサーズが、はい、芋掘り体験をしてまいりました。はい、で、そこでですね、まあ、体験をさしだけ掘ったんですけども、はい、この芋がですね、大きな芋でして、でそれを、収録を少ししておりますので、はい、音声になりますけどお聞きいただければと思います。育てた私アサとキミコ、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、さあ、芋の名前わからないよ教えますよ。はい、はい、じゃあお友達、これ何でしょう。あ、やめて一応今ちょっと、はい、はい、これはお芋の葉っぱ、つる、これは沖縄の方言でカンババーと言います。カンダバー、はい、じゃあ行ってみましょう。せーの、カンダバー。はい、覚えましたね、はい、このカンダバーを今年の5月にこのお山のところに植えました。植えて6ヶ月経ちますとお芋の収穫となります。そして今日お友達が掘るお芋、さあどんなお芋かちょっと掘ってみましょう。見て、お山をよく見てみますと、こういう株元が見えます。この株元を目印に掘りますが、上から掘るとちょっと傷つきますので、少しそばの方から掘ります。おー、大きい。わー、すごい、出てきた。お芋さんが出てきた。おー、すごい。お芋ね、おー、出た、出た。あー、すごい、出た。もうダメ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 。はい、こういうふうにね、ゆっくり掘りましょうね。はい、あ、なんかとんでもないところにも入ってますよ。そうそう、あるかもしれないね。はい、こういうふうにね、ちょっと掘りましょう。はい、わ、すごい、よかった。バーバー、うん、バーバー、かもしれない。上手。じゃあね、オッケー、行くみたい。引っ張ってみよう。はい、引っ張る。はい、せーの、よいしょ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 。行く、もう一回引っ張ってみよう。はい、はい、はい、おいで、はい、ここ掘ってみよう。はい、はい、せーの、よいしょ。やった。はい、離さない。ね、お湯は皮はお母さんで、中は白。これはね、沖縄県が品種改良して作ったお芋、チュラマルと言います。これチュラマルですね。はい、焼き芋、天ぷら、大変美味しいお芋です。今日お友達はこのお芋を掘ります。じゃあそこでね、気合を入れますよ。はい、芋掘り頑張るぞって言ったら、えいえいをお願いします。お願いしますね。さあ、行く、行く、はい、はい、お友達は今しばらく、はい、危ないので足元の方にコップ、スコップを置きます。さあ、いいかい。
さあ今掘り頑張るぞ、えいえいおーよーし、オッケーこういう風にだいたいさせてますね。はいはい、うん、これはあの、はい、ダンサーズとみそちゃんのお二人だけではなくして、じゃないですね、いろんな方が参加されてるってことですね。そうです、そうです、そうです。なんかあのちびっ子の声も入ってましたけども、はい、うん、そうなんですよ。いいですね、こう皆さんとこうね、和気あいあいとね、はい、うん、そうなんですね、いろんな方がね参加されて、うん、面白そうですもんね。楽しかったですね、うん、あのまたね、あの朝人さんがとってもね、あの説明がお上手で、うんうん、はい、でもう本当に小さい子たちにも分かりやすく、うん、うん、ね、あのいろいろ説明もね、こう分かりやすいですし、こう、はい、たなおかつ掘る時のね時も注意してやる、うんうんうん、こうできるように気を使ってくださってね、本当にこう楽しい体験でしたよ、はい。これやっぱりあれですか、あのお芋はあの紅芋、その時によって品種がいろいろ変わるそうです。あ、そうなんですか、うん、この時は今チュラマルって言って、うん、そうなんですね、うんうん、あのまあ、八重瀬町の、ね、はい、あの、うんうん、まあ、沖縄のその品種なんですけれども、はい、あの本当にこれね、あの、まあ、掘って、まあ、私たちはちょっとね県外にもですので持ち出せないので、そのまあちょっとまたこれまたスポンサーさんのね、はい、あの、はい、にお願いしましてですね、あの中間聖香さんにお願いして、うん、はい、ちょっとあの蒸してもいただきまして、本当に甘くて美味しかったです。お芋って本当はその掘りたてよりも少し置いた方が甘みが増すっていう話は聞いたことがあるんですけれども、いやいや、もう掘りたて十分に甘くて美味しかったです。めちゃくちゃ甘かったです。皮が薄い品種で、うんうん、皮も食べれますよ、うんうんうん、そうなんですよ、その皮が邪魔しないというか、うんうん、薄いので本当にもう丸ごと食べれちゃう、うんうん、本当に美味しかったですね。いいですね、はい、うん、ね、また、うん、ね、この芋掘り体験もねなかなかいいんですけれども、はい、あのそうそう、カープボーイさんが芋掘りって確かに大人になってからやってないな、多分保育園とか幼稚園の行事で記憶があるけどっていう風に、そうなんですよね、うんうん、あの主に、ね、あのこう幼稚園のね、うんうん、あの行事としてよく予約されて来られるそうなんですけれども、ちょうどねあの私たちが参加した日もあの園児がね楽しそうに掘って、うんうん、であのちょうど私たちが行った時間はもう掘り終わって、あと最後のお芋をこう先生方がこう拾ってるところだったんですけれどもね、あ、はいはい、あの本当に楽しいね、うん、芋掘りでしたけど、はい、あの、うん、FGG 新一さんが芋掘りレポート臨場感があって非常にいいですね、うん、っていうことで、はい、本当にね、あの今ちょっとこの音声を聞いていただきましたけれどもね、ちょっと楽しいのが蘇ってきましたね。はい、あとあの芋掘りですけども、通常のさつまいもですね、はい、これはですね、あの、うん、年内までなんです。あ、はいはい、そうなんですね、年内までで、はい、で2月からはじゃがいも、はい、あ、じゃがいも掘りなんですね。はい、うんうん、でじゃがいもも 1.5 キロで700円、うん、はいはい、おー、いいですね、できるということで、はい、うん、はい、ですね。でまたさつまいもは秋になったらまたさつまいもに変わるんですよね、うん、はい、うんうんうん、ね、ぜひぜひね、まあ今年年内はあれですけども、はい、ね、もうちょっとしか後で終わって、シーズン終わってしまうので、はい、うん、で、なんか芋掘りがしたいなっていう時は2月からね、じゃがいもになりますので、はい、うんうん、まずはじゃがいも掘り体験なんかもね、いいじゃないですか、はい、ね、で、ね、県外の方にはお知らせはできないんですけども、はい、例えばホテルの中に、うん、ホテルで備品で電子レンジがあるようなところでしたら、うん、できるかなと、うんうん、まあ、あとね、県内の方はね、本当に沖縄県に住んでいらっしゃる方はもう、はい、そのままお芋を持って帰れますんでね、うんうん、たくさんね、美味しいお芋が食べられますよね、掘った後は、はい、はい、そうですね、はい、ということでしたね、うん、はい、はい、うんうん、最後にね、ちょっとみそちゃんに聞きたいんですけどね、はい、なんか王子ね、先ほどの幼稚園の先生が最後にね、はい、お芋を拾ってたっていうことで、はい、その先生のことが気になってしょうがないんだよね。え、どうしてどうして、何が気になるんですか。いや、多分若い方だろうなと思って、先生はね、
そこ、その何その決めつけなんですか。うん、決めつけなんですか。先生もあの、うん、保育園なんか ね、そこにあの混じってね。いやいや、はい、もちろん幅広い年齢層、ね。幅広い年齢層、ね。幅広い年齢層ね。そうですよ。あ、そうですか。はい。はい、あのカーブボーイさん、ジャガイモといえば北海道のジャガイモ味、イカの塩辛つけるやつめっちゃ美味しいですよ。いや、北海道じゃなくても沖縄でも美味しいと思いますよ。うん。うん、やっぱりね、取れたてっていうのは取れたてが美味しいですよね。うん。でもね、塩辛いいですね。塩辛いいですね。塩辛いいよ。うん。うん。はい。はい。ということでですね、うん、名古屋栄養のコーナーでしたけども、今日は、スポンサーさんであるぐしちゃん芋製作組合さんで芋掘りをしてきた体験レポートでした。はい。はい。はい、メール紹介します。あ、その前にあの沖縄大好きさんから来た、DM なんですけれども、なんとイラストでした。じゃじゃん、見えるかな、ツイキャスのご覧の皆さんは見えるかしら。かわいいイラスト、はい、メリークリスマスのサンタさんがなんかほっこりした表情でかわいいです。ありがとうございます。なんかいいですね、なんかこの優しそうなサンタさんね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあメール紹介します。はい、どうぞ。沖縄ニュアンチュールさんからです。ありがとうございます。名古屋の皆さん、お久しぶりのメールです。ちょっと早いメリクリ、メリクリ、うん、ダンサーみそさん、先週末土曜日は沖縄でお会いしましたね。ありがとうございます。沖縄のラジオリスナーたちとともにセンベロまでお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございます。日付が変わる頃には風も強くなって、沖縄なのに寒かったです。寒かったですね。本当にさすがに深夜の寒さは身に染みますね、ということで。さて、音楽といえば、私はいわゆる行進曲、つまりマーチが好きです。特に昭和に流れていたテレビラジオのスポーツテーマ曲が懐かしいばかりです。東海ラジオや大阪朝日放送のプロ野球中継で流れたウィーンはいつもウィーンは今でもお気に入りの曲ですが、レコーディングされたのが70年以上も前なのにはびっくりしました。それよりもこの曲を演奏したのがボストンポップスオーケストラって壮大なんですね、ということで。すごいですね、70年以上も前にね。そうね、マーチ、なるほど、ありがとうございます。じゃあもう一つ紹介します。はい、ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。リクエスト、リクエスト、マスク王子ので、きよしこの夜をお願いします。あ、ここであの一節だけ、ちょっと待ってね。いやいやいや、ちょっと喉がイガイガしてるけどね。いいの、じゃあちょっとビジ下げますね。はい、ちょっと綺麗な声で、はい、清志、はい、早いね、ありがとうございます。さあ、滑ってます。はい、さあ、マスク王子が滑ったところで、ちゃんと書いてあるんです。滑ったところって、すごいですよね、あの、予想しないで。で、まずはお礼を申し上げても良いのでしょうか。ダンさんとみそさんへ、本当にタイトなスケジュールの中、急遽センベロ忘年会にご参加本当にありがとうございました。今回もマスク王子がいなかったのが悔しかったんですが、爆笑、歌ったからいいじゃん、歌ったから、またお会いできることを楽しみにしています、ということで。はい、ありがとうございます。はい、そして音楽めちゃくちゃ大好きです。お仕事に行くときも、休憩中も、お仕事帰りも必ず音楽、ラジオと同じぐらい聞いてます。本気で音楽フェスとか行きたいですね。 RBC で音楽フェスとか主催していただけないかしら。ではでは、おやすみなさいませ。早いけどメリークリスマス、ということで、ありがとうございます。はい、メリークリスマス。これ乾杯の写真実は写ってるんですけど、残念ながらこれ私たちじゃない乾杯の写真ですね。あ、そうなの。あれですね、イベントの多分乾杯の時で。あ、そうなんですか。うん、
てっきりあのお二人が入ってるのかなと思ったんですけど、残念でした。はいはいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、銭形警部からです。今年の長マラソンで初の完走を目指すために、大会が始まり走っている時は頭の中で音楽を聴いて走っていましたね。その音楽とは私の人生のテーマソングにしている朝倉美紀さんのヒーローを頭の中で聴きながら、自ら奮い立たせていましたね。結果は中間地点の制限時間から10分遅く、中間地点に着きましたが、過去2回の参加した時とは違い、今回はスタートから中間地点まで足を休めることなく走り切れたことが唯一の収穫でした。課題は今回以上に練習量を増やして、あれを完全にやめて来年の長マラソンはリベンジです。この、あれを完全にやめてって、あれってなんだろう、あれって何、あれキーウ、そのこれ教えてほしいな、あれを教えてほしいもう、もう今年は何でもあれで代用しますからね。これが本当に王子も気になっちゃうね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう一ついきますね。はい、みそさん、ダンさんさん、王子こんばんは。こんばんは。1985年に素晴らしいアメリカのアーティストが25組集まり、一つのレコードを作った。ほう。そのレコードとサイン入りポスター全ての売り上げはアフリカの貧困な子どもたちへ回ったらしい。その1985年1月28日にレコーディングされたらしい。いつ聴いても素晴らしい曲だよね。その1月28日付近に流してほしいなって書いてあるんですけれども、はい、残念ながらね、キーウ名古屋では流せないので、はい、フルムーン上空で流してもらえるかなってFM 読谷の、あの FM ジェジ新一さんもパーソナリティを務めますフルムーン上空レディオショーがあるのでね、もしかしたらそちらの方で流していただけるかなと思います。FM 読谷日曜日の21時からね、あの古物音源を、古物音源というか古い音源を、流す番組がありますので、はい、またねそちらの方でリクエストしていただけたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、ジョージさんからです。ありがとうございます。王子、ダンサーズさん、みそさん、こんばんは。今週は朝から体がフラフラして疲れていました。あら、そんなわけで急いでメールした次第ですが、先ほどまでやっていた昭和名曲グランプリを見て口ずさんだりして見ていました。やっぱりいいですよね、80年代の歌謡曲ということでございます。そうだよね、いいですね。あの必ずあの口ずさみますよ、王子も。80年代は歌えるものの曲がいっぱいですよ。そうです、そうです。そうそう、ね、まだあの喉の調子もいい頃のね、若いあの美声で、今はね、先ほどちょっとね、あのいやでもほら、80年代の音楽は私たち今でも歌えるじゃないですか。ただその美声で歌えるかどうかっていうね、あの喉もあの老化してきますので、あのいやいやいや、じゃあボイストレーニングして、そうだよ、ね、もうちょっとね、さ年齢あまり関係ないですよ、ボイストレーニングすれば。まあそうだけどね、でも先ほど ね、あのもうちょっと綺麗に、ね、声出るかなと思ったから、あんまり出なかったからさあの埼玉の郷さんがマスクこの夜って書いてあるんだけどいいね、しかもカープボーイさんが、はい、西川清とこの夜ってなってるし、なんかみんないろんな変化球になってるけど、いいね、いいね、で、埼玉の郷さん、はい、王子はレアキャラなのねって、まあまあそう、まあまあレアキャラってやるよ、まあレアなんでしょうね、あ、そう、ヒカルさんがね、最近昭和から平成に入ってからの曲がテレビのコマーシャルで使われてるよねっていうことで、あ、そう、あれね、理由があるんですよね。ほう、古めの曲をやる理由が、これ言っていいんですか。あ、言っていいんですよ、はい、思いますよ、許諾料が安いからです。あ、そうなんだ、なるほど、なるほど、はい、やっぱり新しい曲をやるとそれなりになるんですよね、はい、ということでエンディングですね。はい、エンディングです。はい、来週のテーマは洗濯ランドリー。
来週のテーマは洗濯です。誤って洗濯して台無しになっちゃったとか、いつも洗濯する奥様に感謝など洗濯するエピソードをお送りください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋、大丈夫、ガサガサしてる、ガサガサしてるよ、はい、はい、名古屋熱田トリプルエイト、入荷者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。はい、今週も、はい、今週もお聞きくださいまして、はい、ありがとうございました。来週は今年最後の放送回ですね、うん、そうですね、ね、ちょっと告知なんですけど、はい、来週はですね、通常の放送とその後ですね、はい、1月2日分の収録をします。はい、はい、うん、はい、1月2日分の収録いたします。Q 名古屋のアカウントの方で、はい、その模様を流す予定をしております。はい、はい、はい、うん、でそしてですね、1月2日ですね、その収録したものをリスラジ FM 班で流れて、1月2日のツイキャスは、独自に、独自じゃないな、FM ギロアのアカウントで、はい、ツイキャス配信いたしますので、うんうん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。閉店ガラガラ。